相沢りさの偏愛リサーチ。リサチーチこと田んぱ組インクの相沢りさです。この番組は毎週木曜日の夜に有効に興味津々な私、リサちが今気になることをテーマにゆるりとお話ししていく番組です。はい、いつも聞いてくださってありがとうございます。今回のね。偏愛リサーチなんですけど、私が最近見て。 面白かっったた映像作品をご紹介したいなと思っております、まあ、結構 SNS とかでもねこれ見たよとか面白かったよみたいなこととかを書いたりするんですけどでもやっぱこう内容とか何が面白かったのかとかを結構みんなに投げっぱなしだなと思っててかなりその私が最近見てみんなにおすすめしたいいくつか作品がちょっと見つかったので。 今日はこれをゆっっくりりりとといいうか、あの時間の許すす限り話しててきたいなと思っておりますもうそろそろ6月とかになるとあれじゃないですか梅雨とかなってきてまあ家にいた方が楽だなみたいなもう、まあ、私は一年中そうなんですけど <laughs> なのでちょっと雨がね降っちゃって外出れないななんて日にこういうの見ていただいたら楽しめるんじゃないかなって作品いくつか持ってきてみました。 結構ね、今回はあのサブスクで見ていただける作品が多いので、みんなも気軽に見れるんじゃないかなと思って。まずはそうだな、いっぱいあるんですけど、まあ、私、結構これ聞いてくれてる方は、ホラー好きなの知ってる方が多いと思うので、あ、これねって方もいるかもなんですけれども、最近見た、えー、っと、ドラマなんですけど、デッドボーイ探偵者っていう作品で、こちら今、まあネットフリ、ネットフリックスで見れるんですけど、 これなんか原作は DC コミックス人気の作品を元にしている作品ドラマで簡単にお話というかあらすじ言うと幽霊の探偵の男の子二人組がまあ依頼人としてやってくる幽霊たちの困りごとを解決するために奮闘する私個人的にはちょっとホラーファンタジーギャグみたいな感じだなと思って見てるんですけど あの主人公二人男の子がその頭脳派のエドウィン・ペイン君エド,エドウィン・ペインとあと肉体派のチャールズ・ローランドさんこの二人が、まあ、幽霊探偵って言うんですかって感じで探偵者をやってるんですけどそこにまあ一人の,あの霊能力を持つ女の子クリスタルちゃんが現れて、まあ、いろんな珍事件が起きたりするみたいなパッと聞くとまあ 本当にギャグとファンタジーと、まぁ、あ、ちょっとラブとかもあんのかなみたいな、結構ティーンっぽい感じのお話ではあるんですけど、結構その出てくる幽霊のお話の中で、なんか結構事件的に、えそんな怖いことがみたいなことがあったりとか、あとちゃんとファンタジーホラーなんで魔女が出てきてたかもするんですけど、その魔女が、ね、本当に容赦なくて、すごいんですよ。<laughs> もうねそれと一生懸命戦うその3人のなんか男の子女の子たちの,なんかその頑張りをすごい応援したくなる感じなのとあとその霊能力の持ってる女の子が住んでるアパートが肉屋の上にあるんですけど <laughs> その肉屋の経営してる店長のなんかゴスパンクみたいな肉切り包丁いつも持ってるお姉さんとかその。 隣の部屋に住んでるニコちゃんっていうオタクの女の子とかとにかくキャラクター濃くて出てくる人がもうそういうめっちゃキャラ濃い人たちかオタクか幽霊かみたいな <laughs> あと霊能者とか普通の子出てくるのみたいなあとカラスの男の子とかねなんで本当に見てていっすーっと飽きない <laughs> あの人たちがいっぱい出てくるんですこれあのロンドンの場所が最初スタートなんですよね でなんかロンドンドの話ってあ今回これ見て思ってたのが結構幽霊の話多いなと思って魔法とか幽霊とかって結構ロンドンからじゃないですかハリー・ポッターとかもロンドンの方ですよねなんかなんでなんだろうと思って結構私が普段見てるホラーものの海外映画って悪魔と戦うみたいなことが多いなっていうイメージだったんでこうちょっと何で。 幽霊とイギリスの話って多いんだろうと思って調べてみたらなんかイギリスってその古いお家を何度も修復してずっとみんなで住み続けるっていう文化があるみたいで築、まあ、100年みたいな家とかに結構普通に住んでらっしゃったりとかアパートとかも結構古いマンションとかがねあったりするんでイギリスの人を2000人を対象にして結構こう調査した結果 イギリス人の5分の1まあ21、21%ぐらいが自分の家には幽霊が出るって信じてるらしくて、で、そのうちの20人に1人は会社に、うちの会社には幽霊がいるって信じてるっていう、なんかそういうアンケートの結果が出て、結果、幽霊とか超常現象を本当に日常的にあると信じているイギリスの方が、なんと75%もいるってことで、あもうなんかみんなイギリスに住んでる方って、 結構日常をそれちょっとファンタジーなな目線でも見れるんだと思ってなんかすごいロマンチックで素敵だな可愛いなと思って一回その仕事でねロンドンとかも行ったことあったんですけどなんかちょっと改めて目線が変わったというかなんかそういうのも感じながら見るとよりこれがちょっと日常の中にも溶け込んでる不思議な話なんだなと思って結構そのポップで楽しく見れるんですけど主人公というかあの霊能 力持ってる女の子の実はその家族の話とかが,が結構グッと悲しいことがあったりとかその主人公の男の子たちに関してもなんか頭脳派の子はちょっと地獄にずっと捕まってた経歴があるとかで地獄側からもその探偵者を地獄に呼び戻さなきゃみたいな迷子になってる子たちだから私たちが捕まえなきゃみたいなそういうなんか別のパワーの入ったりとか。 いいいろろ面白い登場人物によっててて話が展開してて今シーズン1なんですけどちょっとシーズン2も楽しみだなっていうドラマです今8話かななのでよければさらっと見れるしシーズン1なんだけど続きが気になりすぎるっていうよりはちゃんと1回ここで1回目のシーズン1って感じが終わってるので見ていただけたらななんて思って持ってきてみましたで続いてこちらはねもう1個。 アウトフィットっていう、これ今ドラマだったんですけど、これは映画で、本当に、うん ?2 時間以内ぐらいでパッと見れる感じなんですけど、これも私はすごい良くて、これはね、切れ物の池おじ紳士が好きな方にはぜひ見ていただきたい作品になってて、主人公がある街の仕立て屋さんのおじ様で、 そうだなロンドンこれもロンドンの話ですねでも最近私ロンドン好きなのかなロンドンの中心部にあるオーダーメイドの名門紳士服店が立ち並ぶビルローで、えー、経験を積んだ英国人テイラーのレオナルドさんで、まあ、彼がそこからシカゴに移り住むんですけどそのシカゴにはギャングが街をこう統一してて まあ、お客さんんのの中にはいギャングの方とかももちろんいるわけですねより好みをしていたらうちはやっていけないよみたいな感じで,でやっていくんですけどその、まあ、ある日負傷した2人のギャングがそのテーラーに逃げ込んできたことで話がどんどん厄介な方向に転がっていくっていう <laughs> クライムスリラーってなってるんですけどあのすごいどんどん裏が明かされていくんですよ。 もちろんだからそこのテーラーにテーラーの中でほとんど会話劇で話が進んでいくんですけど「こんな人間関係か?」みたいなもうぜひこれはね最後まで見て最後すっごい すごい緻密な仕掛けがいっぱいある中を全部展開していた中でカチャッてはまる瞬間があるんですけどピースがその瞬間がめちゃくちゃ気持ちいいのでぜひあの集中して見れる時というかお話一個一個の中にいろんな謎が隠されてるのでいやこれはちょっと時間がある時にのんびりゆっくり見ていただきたいなと思いますね。ブブリッジオブスパイでアカデミー・助演した優勝を受賞したマーク・ライアンスさんって方がねあの主人公なんですけどこの 肩ハサミの使い方がめちゃくちゃ上手なんですよ。テイラーなので、あのスーツをね。あの裁断して縫製してくみたいなところとかも。たくさんこうドラマの中で出てくるんですけど、指抜きの使い方とかね <laughs>。すいません。なんかもともとそういうお洋服とか作るのとかも好きな方とかも楽しんでもらえるんじゃないかな。やっぱね。テイラーというかいいお洋服を。 がその話の中に溶け込んでるストーリーってあの衣装もいいんですよねはいなんでぜひぜひそんな細かいところとかも見ていただきながら楽しんでいただける作品なんじゃないかなと思いますそしてまたあのもう一個ね今日いっぱい持ってきたのよ話し切れるのかなこれあのホラー <laughs> ホラーに戻るんですけど最近見て多分これは時間がなくて忙しくても合間にパッと見て 楽しんでもらえ絶対楽しんでもらえるなと思うのは「トークトゥーミー」っていうホラー映画でこれはね「A24」まあ、最近ねよく面白い映画を作ってるなっていう印象があるあの面白い映画を背景してるなっていう印象があると思うんですけどこれは人気ユーチューバーのラッカラッカさん、まあ、ダニーさんとマイケル・フィリッポ兄弟なんですねさんが長編映画監督デビュー作品ってことで。 出した映画なんですけどあ,のあらすじというか簡単な内容が SNS で流行中の90秒憑依チャレンジこれのスリルと快感にのめり込んだ女子高生に襲いかかる恐怖を描くホラーということでまあ見やすそうじゃないですかあのあなるほどねみたいな今時のその TikTok とかストーリーズに配信しちゃおうとかなんかアップしちゃえみたいな,なんかそういうところも取り入れつつ 結構私は見て最後にああ <laughs> みたいなそうだよねみたいなちょっと戒められるというかそういうところもしっかり書かれつつやっぱちゃんとでもホラーとしての怖いところとかびっくりどころはめちゃくちゃいっぱい入っててあの90秒チャレンジする方法っていうのがなんかもともと霊媒師の手を あのオブジェみみたたたいいにしたみたいなだから本物の手が中には入ってるらしいっていう噂の手の手の像みたいのがあってそこに握手をするとその中から引き出された幽霊と会えるみたいな感じの憑依チャレンジその90秒間だけその霊を自分の中に取り込むことができるみたいなゲームみたいな感じなんですけど、まあ、そのゲームがきっかけで。 まあ、いろんな大変なことが起きていくっていうねこれはぜひあの見ていただいてなんかこれ続編決まったらしいんですごい気になってるんですけどえー、どうなるんだろう確かに1見た人は前回その1個目の作品の人たちとかがそのまま継続で出てくるのかとか何かその辺で話が変わってきそうなんでちょっと楽しみですねぜひぜひちょっと怖いなってなりたい時はぜひ見ていただきたいな と思っておりますあと今回サブスクで見れるっていうのも結構テーマというかで選んできたので私が最近見てよかったなというかあの漫画とか原作の映像化って難しいなって私個人的にはオタクだから思ってるんですけど最近その中でもすごいおわって思ったのはシティーハンターがめちゃくちゃよかったなって私は思っています。シティハンターってその海外では その映像化されてることが何回かあったんですけどやっと日本でできたなあみたいなワクワク感とやっぱりその原作は知ってるゆえのオタク的な何て言うんだろうねあのうんいいのか見てみたいな絶対あるじゃないですかオタクの中にはね。それをちゃんとリスペクトでカバーするというか現代っぽくアレンジもされてるのとあとそのまあ、これ。 工場司さんの漫画原作ってまあ簡単にもし知らない人はあれなんですけど言うとその裏社会のいろんなトラブルの処理を請け負う超一流のスイーパー島津屋っていうのに齋庭涼さんこの主人公が鈴木亮平さんが演じてらっしゃるんですけど、まあ、結構アクションとかでちょっと齋庭涼がちょっぴりエッチなんですよ。 <laughs> スケベなのなんかそれでちょっとギャグ要素だったりとかもあるんですけど今回その取り上げてる映画で一本分なのでシーンっていうのがそのシティーハンターのいつも横にいる香りっていう女の子がいると思うんですけどその人と一緒にそのバディを組むのがどうしてなのかとかが分かるような本当に最初のストーリーになってて。 全然その作品を今まで触れ合ってこなかった人もで作品を大好きだった人もあここの話だけ取り上げるんじゃなくてちゃんとそのシティハンターのなんか成り立ちみたいなの,のところをしっかり書いてくれる序章だけで映画を一本分作ってくれてるってとこ丁寧さがなんかすごく押せてで結構インタビューとかもこう拝見させてもらったら完コピーではなくてリスペクトでその原作の完コピーだけが の実写化のやれるやれることじゃないんだよみたいなのをすごい詰め込まれててで新宿の街とかが舞台なんですけど今時のその歌舞伎町とか東横キッズ出てくるみたいなのとかそういうところまでがいい感じにいい塩梅で現代とちょっとリミックスされててかつやっぱ。 すごいんだなネットフリックスでて思ったのが <laughs> 映像がめちゃくちゃ綺麗だったこえこのビルの映像どうやって撮ったのみたいな結構本当に映画館で見たいレベルの映像がお家で見れちゃうちょっと一回本当ね映画館でみんなとも見たいなって感じの作品になってるので是非ちょっと最近なんか漫画原作見るの怖かったなっていう方も是非見ていただいてこれはもうあでも人によって感じ取り方が違うと思うので。 あのぜひぜひあの感想とかも教えてほしいなと思って鈴木亮平さんが「斎場亮」の声とかもちょっと似てて本当に大好きななんだなと思っってびっくりしましまたあと原作見てる方もあの最初冒頭のニュースとか聞いてるとにっこりできます。<laughs> はいということでねでもやっとラストですよ今日持ってきた中では。これはこれも私結構おすすめ。 東京バイスっていう皆さんなんとなく CM とかも最近やってたから知ってる方が多いんじゃないかなと思うんですけどこれは HBO Max のワウワウの共同制作作品ということで1990年代の東京が舞台になっていてアメリカ人のジェイクっていう男の子がその日本の大手新聞社に就職することで まあ警察担当記者になったんですけど、まあ、その徳ダネとかをねやっぱり記者なんで集めなきゃいけないそんな中でどんどんヤクザの方とこういろんな事件で絡んでいく中でちょっと危険な裏事情とか闇の世界の話がどんどん浮き彫りになっていくみたいな話でまあどう考えても危険なんですけどこれ私普段そんな,なんかこういうドラマとかの特にこうヤクザとかそういう。 ちょっっと裏社会的な話ってやっぱり日常からかけ離れてて自分の中ではまあファンタジーって言い方だと雑かもしれないんですけどちょっと非日常すぎるなと思ってたんですけど見てるとすごいなんかリアルでなんかどんどん引き込まれて結構暗いし重い内容なんですけどあっという間に見ちゃったんですよ。でなんでだそこは面白いなと思って。まあ、もちろん出てくる…あの 役者さんとかもすごい皆さん演技がお上手だし渡辺健さんとかねあの伊藤秀明さんとか本当にベテランの方とか今旬の方とかが出てるドラマだからって思ったんですけど調べたらこの主人公の警察担当記者になったジェイクくんが実は本当にあの実話を書いてたっていう本があってジャーナリストのジェイク・エーデル・スタインさん が『東京バイスアメリカ人記者の警察周り体験記』っていう本を出してらしてそれをベースにしたドラマになってるからもうリアルなそのジェイク記者が感じた恐怖とか緊張とかあとはそのなんかドキドキ感とかその初々しい感じとかもドラマでしっかり出ててなんかいい感じこのドラマのジェイク君もいい感じにやさおなんですよ。 最初とか本当おめえみたいな <laughs> しっかりやれみたいな感じなんだけどでもすごい根がいい子だからどんどんそのあの渡辺健さんが演じる片桐刑事とかになんか気に入られたりとかしていってやっぱその事件の中心の中で活動されてる刑事とかと仲良くなるとよりその事件の真相みたいなところに迫っていけるみたいななんかそういうおいいぞジェイク頑張れみたいな <laughs> なんかところを応援したりとかできるようになってきたりこれでも実は今シーズン2が出たばっかりなんですけどこれ収録してる時はシーズン1の放送と配信が終わった直後は実はシーズン2の制作ってまだ決まってなかったらしいんですよ。なんだけどやっぱ反響があったりとかなんかこの先どうなっちゃうんだみたいなことでなんか気になってた方の声がたくさんあって、まあ、続編が決定したっていうことでこれもう。 結構大変な収録だなって思って <laughs> 映像をねこんなお家で見させていただいて感謝しかございませんね。ぜひぜひなんかね警察24時的なそういうの好きな方もドラマだからって思わずに見れる結構リアルなあのドラマになってるのでぜひぜひ見ていただけたらいいんじゃないかなこれでもちょっとジメッとしたドラマだから <laughs> 梅雨の中で見ると うん、どうかなでも逆に雰囲気相まっていいかもしれない。はい、<laughs> ということで今回ちょっといろんなジャンルファンタジーファンタジーホラーギャグ、ま、ホラー、ま、すごいそういうちょっと裏社会的なのから漫画原作とかあとは当に素敵なクライムスリラーとかね <laughs> 推理物みたいのもいろいろ紹介させていただきました。 こんだけジャンル違うけど私は全部面白いなって思って見れたのでなんかぜひぜひ気になる作品チェックしてみたら感想とかもね教えていただきたいなと思っております。ということで話しすぎましたのでこの辺で時間がきましたみんな最後まで聞いてくれてありがとうございます。是非是非今後もね話してほしいテーマなどありましたらどんどんコメントして教えてください。それではまた木曜日の夜にお会いしましょう